永井家具さんのえのき物語、これは総論文で書いてあるなんとか一種の書簡体みたいなそういう小説なんですよね。でこれにですね、まあ、これを読む僕とかいろいろみたいなことかちょうどみたいなことかですね、そういういろんな本の惑星みたいなのもありますし、たくさんやってて、そういうのその通りじゃないんですけども、国流に自分で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 国流にだからその寂しい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 寂Thank you.
Yeah.